無駄なことキャラロンギニスのステータスはこのようになっております、はい、まずアビリティがアンチ重力バリア、うん、アンチダメージボール、そしてゲージでアンチブロックと、うん、トリプルアンチアビリティでかなり汎用性の高いものとなっております、うん、はい、そして重力バリアキラー M カッコラック、うん、持ってますので、まあ、運極にするとこの重力バリアキラー M と同じ効果を得ることができるので、うん、まあ、重力まとってる敵には攻撃力高く殴っていけますし、まあ、この重力バリアキラー M 友情コンボにも持ってきますので、うん、そちらの友情コンボが超強四反射分裂弾、うん、こちらは降臨キャラでなんと初となっておりまして、まあ、うまいこと使ってね弱点当てたりすると、うん、まあ、いいダメージを出せるんじゃないかなといった友情コンボになっております。はい、そしてストライクショットがスピードとパワーがアップ&停止後に HP を範囲回復、うん、こちら12ターンで打てるストライクショットとなっておりまして、まあ、G6 バリアキラー M 生かして殴っていってもいいですし、まあ、今回紹介させていただいたティルビングですと、まあ、自身でダメージを受けながら攻撃しないといけないステージで、うんうん、まあ、このね最後の範囲回復がかなり役に立ったストライクショットになってございます。こちら長距離曲をクリアしますと長距離曲風へ挑戦が可能となります、うん、はい、で長距離曲風のクリアボーナスとしてこちら、はい、こちらねロンギヌスちゃんもゲットできるということなので、かわいらしい、はい、でこちらはねあの英雄の証所持した状態でゲットすることできますので、はいはい、ぜひ皆さん長距離曲風頑張ってみてください。以上新長距離曲キャラロンギヌス紹介していきました。バイバイ。